これから長与千草選手とデビル正美選手の対戦であります。レッドフェニックスに所属しております長与千草選手でありますが、テレビでですね、長与の試合をファンの皆さんにご覧いただくのは、あるいは今日が最初かもわかりませんね。そうですね、今日が初めてのはずですね、はい、テレビデビューということですね。はい、今日はテレビに帰るということで、相当に試合前から張り切っていたような感じの長与千草選手であります。しかし相手がデビル正美ということなんでね、一体どういったデビル戦になりますか。きついですね、これ一口に行って。ちょっときついでしょう ね。はい、試合前の控え室の様子なんかを、また加藤市のレポーターにね、はい、ちょっと報告してもらいましょうか。はい、もうデビル正美選手はね、はい、今日はもう振り切っちゃってまして、絶対に一発でも攻撃はさせないって言ってますね。そうですか、最近は新人殺しと異名を取ってますからね。とにかくもう一発でもやられない。はいはい、なるほど、しかし今日は長与千草選手も相当に気合が入ってますよね。そうですね、なんか昼食に、はい、ニンニク料理をたくさん食べてスタミナをつけてきます。そうですか、もう匂いをプップさせながらね言ってますね。そういった気合がよくリング上に現れております。しかも空手出身ということもありましてね、早くも空手技が出てますもんね。デビル正美選手はあまり空手技を受けたことがないんですよね。そうですかね。ビクトリア藤見選手かつて使ってましたけども、はいはい、デビル正美選手が出てくる頃には引退ということで、そうでしたね、あまり当たってませんので、はい、なるほど、今日は長与選手も、はい、空手殺法をなんとかね、はい、利用して、はい、一発で仕留めたいなんて言ってましたけど、そういった作戦ですか。はい、長与千草選手もそれからデビル正美選手も同じ九州ですよね。そうなんですね、はい、デビル正美選手が確か北九州の若松でしたよね、はい、それから長与選手は長崎です。長崎ですね、はい、そうしますと、空手を使うという意味ではビクトリア藤見選手とね、本当に後輩と言いましょうか。そうですね、ビクトリア亡き後は一つこの長与千草選手に大いに空手技を使ってリング上頑張ってもらいたいもんであります。今日は南国鹿児島から全日本女子プロレス熱戦の模様をお伝えしております。満員の鹿児島県体育館であります。さあ、これからポストンクラブの体制に入ることができるかどうか。力比べ入りました。どうでしょう。あーっと、やはり力が違うんでしょうか。デビル正美貫禄であります。まだ長野選手はそういった意味では体ができてませんからね。そうですか、もう少しこう電車しまってくるなりですね、体力は、体重増加とかですね、はいはい、やはり筋力腕力みたいなのがついてこないと上に上がらないような気もするんですけどね。一対一のレポーターね、レスラーとしての体ができるというのはどのくらい経ってなんでしょうね。自分で自覚できるようになるのは、やっぱり1年ぐらいは。1年ははい、かかりますね。ああ、そうですか。1年ぐらい経ってくるともものあたりが太くなってくるんですね。まずももに、はい、筋肉がついてくるわけですか、はい、その後にだんだん肩の方に筋肉がついてきますね、はい、なるほどね。ホタリミ選手がいい例なんですよね、はいはい、最初の頃は割と華奢だったんですけど、最初ももに肉がついて、はい、その後に今のような肩が出来上がって、ね、もう肩の筋肉なんか盛り上がってますもんね、まるで野球のプロのピッチャーね、ピッチャーがやる一人前になりまして肩の筋肉がついてきましたね、アマチュア出身とはプロ野球の場合違ってきますけども、そういった感じがプロレスリングにもあるんでしょうね。ありますね、はい、だから一番最初に大事なのは下半身が安定するかどうか。なるほどなるほど、それが今木野レポーターが言ったももの筋肉なんですね。そうですね、はい、木野レポーターから見てね、はい、長与千草選手の、その筋肉のつき具合というか体の出来具合はどういうふうにご覧になりますか。はい、最初の頃から比べて、はい、割と体が引き締まってきた。ああ、そうですか。この時にやってまいりました。連続の何か、でもね、
あっと今日はね、先ほどご紹介いたしました、放送席の桜島のゴミ館なんかありましてね、デビルの田中選手は早速これを使いました。泣いてますね。そうでしょうね。もう手段を選びません。どうでしょうか。まだあの右手の中にですねみかんが入ってるようですね。ポタポタ沈む。あれあの目の中に入れられたらたまりませんね。でもレモンと同じよ。そうですよね。あっとよくブラッカーやるんですよね。レモンを使ってねよくあの顔面目を攻撃いたしますが、ちょうど放送席の上に先ほどご紹介いたしました桜島コミカンがありまして、早速これを凶器として使用しております。デビル正美選手であります。やっとこれは参りました。何かあの長吉美佐選手に悪いことしたみたいですね。今やっとそのみかんをつけました。まあいった軽攻撃をしなくたって十分にね、賞賛はあるんでしょうか。修正になってるんでしょうかね。どうでしょうか。やはりその辺が自分のやり方ということなんですね。はい、自分のやり方で試合をして自分のやり方で勝つというのがやはりブラックの信条でしょうからね。そうですね。あの全ての選手それは言えると思うんですよね、はい、だから相手が新人であろうと何であろうとですね、やはりこうここで甘いところ見せるとですね、将来的にもやはり自分に振りかかってくるんですよね。そういう格闘技の世界というのは、そういった今の佐藤翔一さんの話がありましたけども、チロレポーターなんかも実際ずいぶん新人時代は泣かされたんでしょうね。はい、やっぱりみかんとかレモンとかよくメキシコの外人なんかがね来るんですよ。あれ目に入ったら全然見えないんですよね。そうでしょうね。よく耐えてますよね。よく頑張ってますね。しかもご覧ください、コブラツイストを今かけました。とにかくあの一矢報いてますから今日は立派であります。長続きはいたしません。さあカウントが入りました。ワンであります。コブラツイストで反撃の長吉千草選手であります。依然としてまだ目の方は痛そうであります。さあ一瞬一矢報いを許しましたが、もう一矢は折れません。デビル正美選手の体当たりであります。もう一ついっか、またいった、パチッという音がいたしました。デビル正美選手はあの18番の体当たりなんか、やはりあのチロレポーターも何回か受けてるんでしょう。もうずいぶん受けましたね。あれはもう効きますよ。効くでしょうね、あの体ですからね。はい、バッンバッターに持っていきました大技。先ほどの体当たりが効いているだけにですね、今のブレンバッターもうおそらくね、あっとバックブリーカーに持っていきました。次々に大技を出しております。あっという間ゴングが鳴っております。ギブアップですね。これはもうしようがないでしょう。とにかくデビル正美選手の体当たりね、それからブレンバッターが出てバックブリーカーですからね、フルコースですね。はい、もうフルコースでしたね。